多いな。ありがとうございます。ガンバ大阪スタジアム MC の千石浩一です。さあ、もうここからはですね、本日スペシャルゲストとしてなかなかねこういう機会作っていただくことはできないんですけれども、本日はお迎えしております元ガンバ大阪監督、そして前サッカー日本代表監督、西野明さんです。どうぞ。改めまして西野明さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ではここからはおかけいただいてお話の方を聞かせていただきたいと思います。西野さん、もうこれだけたくさんの ありがたいです。本当にファンの皆さんが、かつての監督はこういう形で、お招きいただいて本当にありがたく思っていますし、クラブにも感謝したいですし、はい、こうやって皆さん集まってくれたことに対してもありがたい、本当に嬉しく思ってます。今日皆さんの前に出てくるときに、西野さん、俺本当に出てって大丈夫なのかとかってすごく心配されてましたけれども、すごいこのウェルカムの雰囲気を、いや本当にこんなたくさんいらっしゃるとは思わなかったので、はい、どっからか卵かなんか投げられるんじゃないかとも心配しましたけど、いえもうそんなことはなくって、やっぱりもう皆さん、ガンバ大阪黄金期を作り上げられた西野さんのお話を聞きたいということで、今日これだけたくさんの皆さんお集まりいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは皆さんが気にされているのは、今西野さんってどういう生活してるの、何されてるのとかっていうところ、まあ、2年前までタイの代表監督をやらせていただいて、はい、海外赴任だったものですから、はい、まあ、ここ2年は、はい、まあ、今日来る浦和レッズの本拠地にのど真ん中に住んでまして、はい、まあ、そこでピッチには立ってないですね。チームには属してないので、はい、本当に焦がれているんですけれども、まあ、今一助としていろんな形で、はい、サッカー界に貢献したいなという中で活動させてもらってます。もう許される限りこうピッチでサッカーのそばでずっといたいなっていうのが西野さんの思いですか。やっぱり92年からもずっと現場、はい、一筋だったので、はい、まあ、4つの J リーグ、はい、まあ、代表も20、23、はい、でフル代表をやらせてもらったし、海外もやらせてもらったので、はい、まあ、ただまだライセンスを返納しているわけではないので、はい、ぜひ何かチャンスがあれば、うん、戻りたいなと思ってます。いやー、ですからもちろんガンバもそうですし、とするとこのガンバのライバルチームに西野さんがいてタクトを振るっていうこともこれから先十分にあるわけですもんね。まあ、そのため の, 準備というか、はい、健康でなければいけないのでまずは日々10キロぐらいは動いて、はい、あ、そういう体作りは常に、あ、でもね、自然に、はい、太ってくる年代だなと思って、はい、まあ、今もそちらの方に太ったねって言われて、はい、結構腐ってきますね。確かに久しぶりに会うとそうなのかもしれないです。うん、はい、監督をずっとこう、ね、90年代からこうされてきましたけれども、その時からこの現役離れてもコンディショニングっていうところはご自身のところは結構しっかりとやってこられてたんですか。もちろんそれは習慣というかルーティンというか、はい、なんか自然にやはりこもってるよりは、うんうんうん、まあ、体を動かしたくなるタイプなので、うんうん、まあ、どっか公園とか、はいはい、まあ、いろんなところ行って動いてますけれども、やはりガンバのファンの皆さんは監督というイメージすごく強いですけれども、ご自身この現役から監督という家業に移って最初一番苦労されたことってどういうことだったんですか。全く多分見える景色も違ったと思うんですけど。いや、僕は岡田と同じで、はい、クラブから代表に行ったわけではないんですよ、はい、アンダー20の育成の監督やらせてもらって、はい、その後オリンピックに行って、はい、
で戻ってきて柏レイソルの監督をやらせてもらったので、はい、まあ、順番が普通であれば逆なんですよね。はあ、頭でっかちになって、はい、まあ、アジアやインターナショナルの感覚から、はい、あの J に入っていったので、はい、まあ、どうしてもあの上からちょっとこう目線でこう指導しがちだったんですけど、はい、まあ、でも4年経ってこのガンバに来て、はい、全くあのそういう形はさせてもらえなかったですよね。まあ、選手たちがいろいろなんかあのまあ関東と関西で全然感覚もちょっと2002年の頃はですね、はいはい、違ったので、はい、うんうん、まあ、いじられまくりましたよね。あ、そうですか。はいはい、なんか僕ずっとあの監督がこうガンバに来られてからあの、まあ、そばとは言いませんけれども肌から見せていただいてましたけれども、なんかみんなやっぱり監督にそんななんかこう関西乗りで言ってるイメージなかったですけどね。それが関西人の選手でしょ。あ、見えないところでもすごいあのいじりがあるんですよ。まあ、それにまず耐えることがある。そこに耐えるところから。まあ、でもあの2002年当時っていうと、もうまさに日本は日韓ワールドカップですごくこう日本のサッカー界も盛り上がりをまた見せ始めた年。そうでしたし、まあ、常がすごくクローズアップされたし、はい、本当にあの凱旋して2002年2003年は、はい、あの本当に、まあ、そういう形でもガンバが注目されたところでもあるし、はい、まあ、自分が就任してから1年目っていうのは、まあ、そういろんな選手との関わりの中で、はい、もう本当にタレントが豊富でしたので、まあ、少し若かったですけど、はい、うんうん、まあ、これは 2,3 年こう鍛えればっていうか一緒にやっていければ、はい、いい形になるんじゃないかなっていう手応えは、うんうん、まあ、2002年に感じましたけど、1年目からでも確かにガンバはこの一気にスタイルもその西野さんが求める攻撃的なこうサッカーっていうのをこう体現しようっていうのはこう随所に見られましたけれどもね。まあ、でも2002年の就任した年は、まあ、自分も、まあ、選手を見ることで本当に精一杯でしたね。いろんな角度から選手を見てあげて、はい、まあ、いいところ悪いところとか、はい、まあ、それを知らない限りこうチームにこうなっていかないと思っていたので、そういう中で指導している中で成績が3位っていう形で、はい、パーンってこうトップ3にこう入れてしまったんで、はい、あ、関西簡単だなっていう。いや、苦労しに関西に乗り込んだつもりだったんで、心構えとしてもう、もう、はいはいはい、ザ・関東人なんで、はい、まあ、関西では成功しないだろうってこう言われていたので。へえ、業界ではそういう感じがあったんですか。やっぱり業界というか関東人の仲間たちからはまあ、すぐ帰ってくるだろうっていう感じであったんですけど、はい、まあ、それは選手だけではなくて、はい、クラブフロントスタッフのみんなや、うん、まあ、周りの方たちの本当に強いサポートを受けて、はい、だん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 こう関西にこう馴染んでこれた、うんうんうん、まあ、ピッチ上もそうなんですけど、はい、まあ、いろんな日常の中でサポートしてくれる方がたくさんこう、うん、いて、はい、まあ、本当に助けられて馴染んできました。だんだん、うん、関西弁は喋れない。一切一切、はい、まあ、でもそうやってこう2002年にガンバに来られて、そこから、まあ、若いチームだけどもいいタレントが揃ってる、いけるんじゃないかっていう手応えっていうのはその2年3年で感じてこられたっていうところで、2005年ガンバ大阪がようやくこう初めてこのリーグタイトルを手にしましたけれども、あの年っていうのはどうなんでしょう、もう西野さんとしてもこれはもう頭からいけそうな雰囲気っていうのはチームの中にあったのか、それともやっぱりちょっとかなり締め直したところはあったのか。まあ、就任2年目は良くなかったんですよ、はい、うん、なんか調子に乗ったのか。じゃあ僕は調子に乗ってませんよ。まあ、選手たちなのか、クラブスタッフなのか分かりませんけど、はい、まあ、ちょっと2003年は成績バンと落ちちゃったんですね、はい、でもうかなりこう戦われました。もうマスコミや、まあ、皆さんもなんで去年あれだけできて今年できないんやみたいな感じで、はいはい、でただクラブが
やっぱり長期的なそういうビジョンだとか思ってもらって、はい、まあ、3年から必ず良くなるっていうことを、まあ、社長以下クラブが、はい、あの皆さんに伝えてくれて、うん、まあ、続投ができたことがもうその後まあ、ある程度上昇軍団で戦えた、はい、あの2004年からは、まあ、手応えありましたし、はい、まあ、僕もあのファンサポーターの方にあの本当、まあ、今ガタガタすんなよみたいな感じで思っていたんですよ内心は、まあ、見てる絶対見てるよっていう感じが、はいはいはい、あのあったので、うんうん、まあ、2004年も3位になって、はい、ああもうこれだったら近い将来、うんうん、タイトル皆さんと共にこう取れるんじゃないかっていう、うん、まあ、そういう気持ちにはなってきたチーム状態だったですね、うん、そしてその初優勝を果たした2005年は、まあ、まさにこの夏場の暑い時期ですよね。厳しい連戦を本当にこう勝ちまくってそこでこう一歩前に出たような優勝争いからという感じを追ってましたけれども、いつもスロースターターなんですよ。はい、あのシーズン初めから3月4月ってなかなかこうあのエンジンかからないんですよ選手。はい、あ、なんでなんですかね。僕がかかってないのかもわかんないんですけど、はい、やっぱりいろんなあの新シーズンになって、うん、あのまあ、新外国人選手が入ってきたりとか、はい、まあ、いろんな融合したりグループであの仕事をしていく中で、はい、なかなか時間が必要だと思うんで、うん、春先よりは夏場ぐらいからあの必ずあの形になって秋には優勝に絡めるような、はい、あの形、うん、でしかもあのやっぱり勝つだけじゃなくてやっぱり皆さんもそうでしょうけど、はい、たくさんこうファンタスティックなプレーだとか、うん、はい、あのたくさんゴールが入るあのゲームを多分期待されてると思うんです。その上で勝つ、はい、まあ、そういうスタイルはそこにいた選手たちは実践できるって自分はあの思っていたので、はいはい、まあ、そういう持っていき方をしてやはり攻撃的なサッカーを目指す、うん、まあ、そういうあのシーズンが3年4年ぐらいからが、うん、あのだんだん出てきたと思います。ただ2005年簡単に優勝させてもらえなかったですよね、シーズン終盤。まあ、そこがガンバのなんて言うんでしょうねチームらしいなっていう感じですか、当時の。いや、選手らしいっていう。選手らしい。いや、最後まで分かんなかったですからね。そうですね、最終戦で勝つことによって手繰り寄せた優勝ということで、そこからもうまさに天皇杯もそうですし、まあ、の現在のルヴァンカップ、前身のナビスコカップを取ったりと、さらにアジアチャンピオンズリーグもありましたけれども、あのシーズンは本当に何試合ゲームもしなきゃいけないんだっていうシーズンになりましたね。2008年になりますけど、はい、あれはあの国内外の全試合、アジアの試合68試合あの戦ったんですよね、はい、まあ、最初 の、 あの2月のハワイのパンパシフィックか、はい、天皇杯の決勝まで68試合あのチーム力であの勝てた、乗り切れたっていうことは本当に素晴らしいシーズンだったと思いますね。でもこの選手のコンディションっていうところも、まあ、みんなそれぞれに蓄積もあったでしょうし、そのあたりのこの見極めっていうのはかなり気を使われたんですか。それでもあの大体あのスターティングメンバーって変わってないんですよ、はい、それはもう監督の信念みたいなところですか。いや、もちろんあの調子の悪い選手や怪我した選手無理やりあの、はい、出してたわけではなくて、はい、あの選手の意識が非常にこう高くなって、はい、そのリカバー能力だとか、うんうん、まあ、中3日あれば十分にこう整えられるような、はい、まあ、そういう選手の意識が本当に高かった、まあ、それも蓄積だと思うんですよ、はい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 、でそういう中で、まあ、ある程度スターティングメンバーっていうのは同じような形だったんですけど、はい、僕が一番あの自信を持ってそういう形でできたっていうのは、はい、本当に居心地が悪いと思ってたと思うんですよ、あのベンチに座ってる選手って、バンドや山崎やいや本当に彼らはあの、はい、最初から出たいって思ってるでしょうけど、うん、僕は彼らが必ずあの後半15分20分で出て、はい、まあ、そういう限られた時間ですけど必ず何かやってくれるっていう思いと、はい、まあ、日常から彼らに、まあ、トップよりもあのバックアップの選手たちの方が、はい、まあ、一緒にいる時間が長いというか目配りして一緒にトレーニングやったり、はい、
まあ、彼らがやっぱりいろんな試合の流れを変えてくれたり、うん、決定的に、まあ、バンドあたりも天皇杯の、はい、延長後半でこう決勝ゴール入れちゃうっていう、うん、まあ、あれはずっと彼が準備してた結果だと思いますし、うん、まあ、そういうあのバックアップのベンチに座ってる選手たちのこういう力っていうのは自分も信じていたし、うん、はい、で送り出すスターティングメンバーもまあしっかり準備してくれてるっていう、うん、はい、まあ、本当にあのチーム総合力で乗り切れたシーズンだったんじゃないかなと思っています、うん、じゃあそのスタートのメンバーもちろんだけれども、そのベンチで控えている選手たち の、 このモチベーションであったりだとかっていうところも刺激しながらこうワンシーズン戦えたことが結果につながっていったということですか。まあ、ガンバだけではないと思うんですよ本当に、はい、いやですよね、ベンチには座りたくないと思いますよ、うん、世の中で一番本当に座りたくない椅子だと思いますよ彼らにとってはね。まあ、それでも準備をその10分15分のために日常やってくれてるわけですよね、はい、だからトップの選手よりもコンディションをこうピークに持っていくのは本当に大変だと思いますし、モチベーションがどん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 落ちていく中、はい、まあ、僕も彼らと一緒に結局はお前が必要なんだっていう、まあ、バックアップに行ってくれても、はい、やっぱりこのガンバには必要なんだっていうのを、まあ、伝えていたし、はい、もう本当に期待に応えてくれる信頼できるベンチのメンバーでしたね。あと外国籍選手もういろんなタイプの選手がこのガンバにはやってきました。特にストライカーがもうリーグを代表するようなシーズン活躍を毎シーズンのように見せてくれてましたけども、それでも6ヶ月ぐらい経つといなくなっちゃうんです。なんかなぜかACL の予選で、はい、まあ、10点ぐらい取ると、はい、海外からオファーが来て、はい、いやお前2年か3年契約してたんじゃなかったっけってなんでガンバに来て、はい、チームに馴染んできて、はい、得点もできて、はい、確かにオファーは来ますよ、はい、来ますけど、はい、普通であれば、はい、いやガンバのためにまだ残り戦いますみたいな形で聞きたいですよね、そういう言葉を。いやいやいや、そん全くなかったですもう全員じゃないですけど、ほとんど6月7月にシーズンの途中でいなくなる選手も、はい、多かったですし、うんうんうん、まあ、クラブも本当に補強してくれるのは大変だったと、はい、思いますね。じゃあもうそういう意味ではこう毎シーズン毎シーズンこうチーム作り、はい、特にこのベーシックな部分を作るところっていうのは本当に苦労されてたんですね。ようやく春からこう夏にかけて、はい、こう各グループ、うん、各ラインごと の、 この連携がうまくいってきて、はい、まあ、チーム力も上がってきて結果も出るというような状況になってる中、はい、こう外国籍がいなくなってしまうっていうのが、はい、まあ、何年か続いていたし、うんうん、まあ、でも何年かするともう、あ、当然、まあ、こうやって強くなっていくと、はい、まあ、注目されて、うん、まあ、そのうちやはり日本人もいなくなっていっちゃったんですよ。それは大栗だ、道だ、はい、まあ、みんなこうどん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 、そうですね、これからだぞ、うん、お前たちっていう、はい、もうやっとチームも強化できた、はい、選手も育成ができた、うん、まあ、これからまた加速してね、はい、ガンバが強くなれるんじゃないかっていうような、うんうんうん、まあ、そういう流れだったですね、はい、うん、でも当時こうピッチをこの青黒のユニフォームを着て駆け回っていた選手たちが今はまたこのサッカー界でも違うフィールドでそれぞれに活躍してますけれども、例えば宮本さんは今も協会の方で、ああ、何度か東京で常とは食事をしたりして、まあ、やっぱり彼は当然指導者でも魅力がありますし、うん、個性的な監督だったんですけど、うん、まあ、やっぱりああいうサッカー界のリーダーにふさわしいというか、最初は周りも
まあ、教会に携わったものとして、はい、常どうですかみたいな感じの時に、はい、まあ、ガンバの10年間の中の彼の形だとかのスタイルだとか、はい、姿勢だとかっていうもの、でもやっぱり貫禄が本当についてうん、自分が心配してるよりも、はい、全くあの凛々しくって、うん、ああまた新しいこうリーダー像ができたなっていう感じが、まあ、何度かしかってないですけど、はい、頼もしいです、本当に、まあ、坂井間違いなくいい方向に、うん、いろいろ施策も考えてるようですし、はいはい、期待できると思います。また現役当時は本当に言葉がその少なかった二川さんがそれ名前言うんですか？もちろん言葉少なかったで終わったのいや今ねまたまさかこうやって指導者しかもトップに立ってっていうね、いや去年暮れあったんですよ、はい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 、橋の引退試合の時、引退試合の時に、はい、で監督論聞こうかなと思ったんですけどどういう形でやってんだみたいな感じで、はい、全くその時も話してくれなくて、はい、現役時代10年間一緒にやっても3回ぐらいしか話したことないんだからうんうんはいはいは、はいはい、反応はあるんだけど、はい、言葉を聞いたことが本当に自分自身も少なかったし引き出せなかったのがいけなかったのかもしれないです、はい、まあ、蓋も蓋で、はい、当時はやっぱり思ってることもなんか、うん、溜めてるんですよねやっぱりね、うんうんうん、いやでも今立派な監督さんになってるんで本当一度練習見に行って、はい、どんなコーチングしてるのか、はい、チェックしに行きたいなと思ってますけどね。いやもうぜひちょっと本当に個性的だし、うん、まあ、確かに現役時代の時に、はい、天才的なスタイルですよ彼は、はい、プレーも、はい、本当に周りがそんなプレーすんのって思うようなプレーするし、うん、ただ黙々とやるし、はい、もう目でなんかプレーするみたいな、はい、アイコンタクトで、うん、本当大黒とのコンビなんてもうどこに目があるんだみたいな感じで思うぐらいな、ね、はい、そういうサッカーセンスっていうのはすごかったんで、うん、まあ、将来はキッズかなんかと、うん、そのベーシックなところを、うん、やつがすごいコーチングしていけば、うん、すごい普及も広まるだろうなっていう感じはしてましたけど、トップですよ今蓋側が聞こえないだろうね、まあ、トップでやってるっていうのは本当にだから、はい、その上を目指してるっていうことだと思うんで、うん、ぜひJにも参戦してほしいし、はい、まあ、あいつの本当に指導者としての、うん、成功を期待したいですね。ねえ、遠藤さんもまたコーチとして今シーズン帰ってきましたし、もうやっとはもうガンバの至宝というよりはもう日本サッカー界のもう至宝ですし、うん、もうこれは選手だけではなくて、うん、本当に今までのサッカー界引っ張ってきた、はい、第一人者でもあるし、うん、もう全て整ってるし、普通能力評価って才能をかけるキャラクターって言われるんですけど、はい、才能はもちろん10あるとし、はい、でやっとの場合はやはりその性格的な部分で、はい、いろんなナヨナヨしてますけど、はい、しっかりしてるんですよ、うん、本当サッカー感が高いし、はい、まあ、センスや周りに対する気配りだとか、はい、やっぱり自分がやっぱり一人ではプレーできない、自分の能力が全て発揮できないって彼は知ってるんですよ。だから周りとうまく連携しないと自分のプレーができないとか、はいはい、で自分のプレーができることによってやっぱり周りも活かせるよっていう、うん、彼はやっぱり自分をよく知ってる、うん、まあ、そういう中でプレーをしてるので、本当にグループでって思うことが、はい、パフォーマンスが
まあ、自分なんかとても教えられないようなあのプレーが、まあ、やっと返して周りもやれるようになるし、まあ、いつの間にかミュージンが技術的になんか上手くなっちゃってるとか武井もよくすごい上手くなったななんて本当に相乗効果が周りに、はい、あの波及してる、あの時だったと思いますね。じゃあもうそういう意味では本当これから指導者としてもね、あの楽しみにしたいですね。どうですか、2ですかそこに戻りましたねいやいや、もう1回本当にあの、はい、試合じゃなくて、はい、あの練習見に行きます、うん、ぜひぜひぜひあのチェックしに行きます、はい、あれオグリと一緒にやってんでしたっけ。そうですね、はい、ですのでやっぱりあの2人は本当に離れられない、なんかもうね繋がっちゃってすごい糸で結ばれてるんだと思います。あ、そうなんですね、はい。さあ、今日はですね、時間の方がですねもうあっという間、監督僕あの用意してた質問一つだけしか、おかげさまでありがとうございます。っていうかなんか送ってきたけど、はい、ほとんど見てないですからで実は監督この後、スタジアムの方に移動して、ヒートアップタイムという場内番組の方で改めてまた15分ほどになりますけれどもご出演いただいて、そちらの方でしか、聞けないようなお話なんかも聞かせていただければなと思っておりますので、本当に今日はありがたいです、呼んでいただいて、で、はい、皆さんに会えて本当に嬉しく思っていますし、あのスタジアム僕のいた頃は万博競技場だったんで、あのただもういつ壊れるか分かんないようなスタジアムで10年間やらせてもらって、でもやはりそこではあのハード面はここは素晴らしいと思いますよ、うん、もう本当に日本の中でも本当専用スタジアムですごいと思います。でもスタジアムの良し悪しってやっぱりそこでのやっぱり選手たちとあの皆さんが一体となってあそこで万博劇場を作れるかパナ劇場を作れるか、まあ、そういうところだと思うんですよね。あのクラブと皆さんがあの一体とならないとスタジアムの良し悪しって決まらないと思うので、あの確かにいい本当に素晴らしいあのスタジアムですけど、さらに良くするには選手をすごく熱く応援してもらったり、あの厳しく叱責したり、もういろんな感情をクラブにこうぶつけて、で一体となって活動してもらえれば本当により良いスタジアムなんじゃないかなと思います。まああまり寄れないんですけど寄れるときは寄らせてもらって、あの二川の視察の帰りに寄らせてもらうまたよろしくお願いいたします。はい、改めまして本日スペシャルゲスト元ガンバ大阪監督そして前サッカー男子日本代表監督西野明さんでした。どうもありがとうございました。西野さんありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。